本日は春日市の伊藤太市市長に新春インタビューをいたします市長よろしくお願いいたしますまずはカメラに向かって新年のご挨拶をお願いします明けましておめでとうございます春日市長の伊藤太市です市民の皆さんには健やかに新年をお迎えのこととお喜び申し上げます市長はどのようなお気持ちで新年を迎えられたでしょうか宇治神様である松原神社に ジョアのお金とともにお回りをいたしました市民の皆様そして春日市の発展安全安心そうした中で明るく元気な春日市になろうそんな思いでお回りをさせていただきました今年の市政についてどのような事業に力を入れて取り組んでいかれるのかまた合わせて市長の今年の抱負を教えいただけますでしょうか春日市の最大の特徴である小和春日市 黒田やかすがいというキャッチフレーズをしっかり実行したいそうすると子どもさんが健やかに育つ町というのは慰れる世代に優しくてまた温かい環境づくりが必要だそれに応えるということだと思っておりますかすがして生まれる前からまた成人式まで切れ目のない支援をする自然災害の話をしましたけれども住みたい、住み続けたい、住んでよかったと実感できる 安全安心なまちづくりを進めたいなと、その思いでいっぱいであります。市民病院の増築を計画しております。これは、手術、そしてアレルギー対応をしっかりするということをつながりますし、また、避難所も備蓄もしたい。そまた、交通安全ということがでいきますと、特に自転車を利用する方たちとの一体感、これも必要だろうなと、その思いがいたしております。そして、 グループ富士と非常に評判がいいです今年は運動場を整備して室内室外一緒に楽しんでもらおうと思っていますまさに新たな遊び場もさらにさらに増やしたいそんな思いでいっぱいでありますそして子どもさんのの医療費の拡充図るそんな思いでいっぱいでありますそうした中でやはり待機児童というのは非常に大きなテーマだと思っています、まあ、春日市は8年 連続で待機児童はゼロですけれどもやはり途中で張りたいあるいは途中で退院しなきゃいけないこういうことに対してしっかりと対応するそしてまたもうちょっと長い時間預かっていただくといいよねというご要望もいっぱい聞いておりますまた夏休みの先ほど言いましたけれどもサマースクールの活害のさらなる拡充も図るそんな思いでいっぱいでありますまた今年は 東京オリンピック・パラリンピックの年でもあります春日市はオリンピックの聖火リレーも行われますしパラリンピックの最下式も行う予定でありますこの盛り上がった気運を春日市は今朝宮公園の整備を図っておりますから400メートルグランドができるわけですそしてフィールドではサッカー、ラグビーあるいはグランドができるそういう機に進めたいなと そのもいいっぱいであります。そしてやはりちづくりとなるとやはり移動手段実装実験の推進また区画整理をいろいろやっているこれをしっかり進めるこんなことが基盤整備ににながるだろうと、そんなふうに思っております、まあいずれにしても子どもが笑顔である街世界に育つ街この環境をしっかり整備するまさに暮らしやすさを実現させることにつながるんだろう そうした中で、やはりこの種のものを進めるには、いつ何をやるのか、最初言いましたけれども、今、そして未来、何をするのか、その思いだと思ってます。まさに町がにぎわって、市民の皆さんが暮らしやすと幸せができる町、またはその町づくりに取り組んでいく、そんな思いであります。まあキャッチフレーズは、みんなの笑顔のために、笑顔がいっぱいの春すこんな思いであります。 最後になりますが市長の抱負を書で表していただきたいと思いますこれまで進めてきた多くの施策を育み伸ばすことにより春日市と市民の皆様がさらに活力を溢れるそんな思いをこの新伸びるという字に込めさせていただきました今年も素晴らしい一年になるといいですねそうですね本日はありがとうございました ありがとうございました。